アソシエーション・フォース・タンダーデゼーション・オブ・オートメーションメジャーリング・システムズは、ドイツ法下に置かれた登録団体である。その会員には、主に国際的な自動車メーカー、自動車産業のサプライヤー及びエンジニアリングサービス業者が含まれる。協会は、会員企業の専門家により構成される、プロジェクトグループが行う、技術基準の開発をコーディネートしている。アッサムは、 開発プロセスチェーンの全ツールに対する互換性の付与やデータ交換における一貫性をビジョンとして追求している。企画はソフトウェア開発のためのプロトコル、ファイルフォーマット及びアプリケーションプログラミングインターフェース、そして自動車駅のテストに関して定義している。シミュレーション、測定、アプリケーションシステムやテスト自動化の分野における一般的なツールの大半は、 アッサム企画に準拠している。この適合によってデータを変換せずにデータの交換が保証され、また様々なメーカーのツールの互換性とメーカーとサプライヤーとの間の一義的な仕様の交換が確保される。アッサム企画は n、L、XML や Java といった他の公的企画に基づくことから特定の IT 技術やプラットフォームから独立している。さらにアッサムは 標準化において ISO やオートサーなどの他組織と密接に共同している。80年代後半と90年代前半の経済危機の中、自動車業界はコスト削減と合理化を大きく強いられた。計測技術とテスト自動化の分野においても同様の圧力がかかった。当分野のツールにおいては、 主に互換性のないインターフェースやデータフォーマットが独自に開発されており、様々なツール接続やデータ交換を妨げるものであった。そこで、アウディ、BMW、ダイムラー・ベンツ、ポルシェ、フォルクスワーゲンの開発責任者たちが協力し、その先導により、1991年に自動化、測定システムの標準化のための作業グループが生まれた。OEM メーカーが、 一方的に標準を決定し、サプライヤーに遵守させていた以前の標準化団体とは異なり、アッサムでは最初から対等なパートナーとしてサプライヤーを標準の開発に関与させた。このようにして彼らの技術ノウハウが反映された企画は費用対効果をもって製品とサービスに実践できるようになった。標準開発は1996年に EU のプロジェクトストミックスによって推進された。企画の数と重要性が着実に増したことから、1998年12月1日、シュトットガルトに標準を合法的に管理して配信するアッサム EV が設立された。アッサムは世界中に130以上の法人会員を要している。アッサムは特に自動車産業に会員資格を制限しているわけでないが、 主要な会員企業として、BMW、ボッシュ、コンチネンタル、ダイムラー、デンソー、デルファイ、GM、ホンダ、PSA、セイック、トヨタ、TRW、フォルクスワーゲン、ボルボなど、自動車業界が占める。会員企業は、大きく三つに分類することができる。会員は、従業員数で算出される年会費を支払う。これによって、アッサム企画や、 チェッカーツールへ無料でアクセスでき、ツールの開発やサービスの範囲で使用することができる。これに加え会員は、企画の変更や開発を提案したり、その他の開発に参加する資格を与えられる。通常、主要な OEM メーカー及びサプライヤーは、独自による内部で開発されたシステムを補うことや、個々のツールメーカーやコストのかかる独自開発に依存する必要がないという理由で、 企画に強い関心を持つ。アッサム企画を使用することで OEM メーカーやサプライヤーはテスト開発システムを何度も再利用することが可能となり長期的にも有利である。アッサムのシステムサプライヤーにとっても企画を通じて自社製品に対して世界的な OEM 市場での独立性を得ることができることから明らかに有利となる。要するに企画は 世界中のエンドユーザーへの労力、費用がかかるカスタム開発なしに製品を販売することを可能にさせ、加えて開発コストを最小限に抑え、収益を最大化させる。さらに積極的に企画の開発に関与する企業は、ファーストツーマーケットという優位性を得る。アッサムの強みは、膨大な数のシステムサプライヤーを用していることにある。会員企業のほぼ三分の二は、 このグループに属する。このため、大規模な範囲で、アッサム適合のツールやサービスを利用することが可能である。専門家によれば、MCD システム用だけでも、世界中に約500の製品があるという。アッサムの組織構造をアッサムは、登録団体として組織されている。その構造は、既存組織への新会員の統合を可能にさせる。アッサムの最高意思決定機関は、 会員総会である。各会員企業は、それぞれの年会費に比例して議決権を持つ。派遣代表は、2年周期で、役員会及び技術運営委員会を交互に選出する。彼らはまた、理事の負担を軽減し、規約の変更を承認し、重要な戦略的決定について採決する。役員会は、当団体の運営責任を負っている。 最大で5会員から構成されている。役員会は、すべての法律、広報に関する要件でアッサムを代表し、団体の財政に責任を持ち、会員の採用、不採用を決定し、他の委員会やオフィスのためのガイドラインを定め、当団体の長期的な戦略を構築し、その実施を確認する。技術運営委員会は、技術、市場の側面に重点を置いて、 アッサム企画に取り組んでいる。委員会は、アッサムの会員企業から最大10の派遣代表により構成される。TSC の主要目的は、アッサム標準ポートフォリオが市場の需要に対応し、競争力を維持することを確実にすることである。委員会は、技術提案を審査し、作業グループの進捗状況を把握し、新規、または改定された標準を承認する。アッサムの プロジェクトグループが標準の実際の開発作業を行う。これらのグループに別の会員が加わることができないこともあるが、それは標準の原案を提起した企業のみがプロジェクトグループのメンバーを派遣できることに起因する。これに対してオープンなプロジェクトグループでは他の会員の協力参加が可能である。プロジェクトグループは標準の新規開発や将来のバージョン開発、 あるいは小さな改定やエラー修正といった標準の保守を行う。アッサムはミュンヘン近郊にオフィスを構えている。そこでの業務内容は企画の確実な配信、プロジェクトグループのための IT インフラストラクチャーや標準に関する質問への専門的な支援、技術的なマーケティングや一般的なサポートなどである。 アッサム標準のライフサイクル標準の新規開発、既存の標準の開発、修正はメンバーの主導の下で行われる。プロセスは目的、使用事例、技術的な内容、推定資源やプロジェクト計画などを含む、いわゆる異臭プロポーザルからスタートする。提案はコメントのために他のメンバーに伝えられる。最低6週間の話法期間を経て、提案と、 コメントが評価と決定のために TSC に提出される。必要なリソースが存在し TSC により提案が承諾された時点でプロジェクトの開始となる。通常、必要な予算の25%を ASSAM が負担する。残りの75%はプロジェクトへの参加企業が負担するが、それは、例えばプロジェクトグループメンバーの作業時間、既存のドキュメンテーションや 資金の提供をベースにする。少なくとも3社の会員企業が参加していることが、プロジェクト実施の前提条件となる。アッサムは、プロジェクトグループに対して、イシュー、トラッキングシステム、ファイルリポジトリとバージョン管理システム、会議システム、プロセス概要説明とガイドライン、テンプレートとオフィスのサポートからなる、作業基盤を提供する。プロジェクトチームは、グループの作業計画に責任を持ち、 作業振興を支援し、グループが承認済みプロジェクトの枠内で作業を進めることなどに配慮するプロジェクトマネージャーを選択する。アッサムのオフィスは、プロジェクトグループの管理運用業務を担当する、既存の企画の開発のための保守プロジェクトマネージャーを任命する。それ以外の場合は、プロジェクトグループが独自のニーズに応じて自ら手配する。プロジェクトの実施段階では、 プロジェクトメンバーは定期的なミーティング、電話会議、または自主的な仕事を通じて企画に関わる仕事を遂行する。プロジェクトマネージャーは TSC にプロジェクトの進捗状況を定期的に報告する。プロジェクトメンバーは企画が承諾段階に達成したと判断した時点で、その作業結果を TSC に審査のために提出する。作業結果とは、 ドキュメント、スキーマ、参照コードやサンプルファイルのことである。プロジェクトリーダーは TSC の会議で新しい企画を発表する。TSC と役員会がリリースを承認した後、アッサムオフィスがリリースを公開し、会員にダウンロード用のアクセスを提供する。アッサム企画は主に自動車産業界で使用されている。計測、キャリブレーション、診断、 テスト領域におけるデバイス間の通信インターフェースの定義に焦点を当てている。同規格はこれら領域のプロセス及びツールチェーンに適用され、開発、統合、メンテナンスの費用を軽減することが目的である。アッサム規格は特定のユースケースを扱い、以下の基本原則に沿って開発されている、異なる製造元のシステムコンポーネントの互換性を可能にさせることで、 メーカーや技術に依存されず、IT プラットフォームの継続的な開発の必要がなくなる。このためツールやプロセスへの投資が長期的に保証される。ASSAM は企画における技術定義に対し、一般的な技術方式を使用する。ASSAM は企画を3つのグループに細分し、以下の表に簡潔に記述している。ASSAMAE 企画は主に エキュソフトウェア開発の設計及び実装フェーズに適用され、以下に重点を置いているアッサム CAT 規格は、主にエキュソフトウェア開発の検証及び承認フェーズ、そしてエンジンや車両テストベッドに関する自動化キャリブレーションとシステムテストに適用される。以下の点に焦点を当てているアッサム顧問規格は AE 及び CAT の両方の領域で使用される。 ありがとうございます。